コメルツ銀行タワーコメルツ銀行タワーはドイツのフランクフルト中心部にある超高層ビル。コメルツ銀行の本社ビルである。設計はノーマン・フォスター。1994年に着工し1997年に完成した。アンテナを含む頂上部までの高さは300.25メートル。屋上部までは259メートル。56階建て。 アトリウムに面したスカイガーデン設計にあたってエネルギーを極力使わない環境に配慮した建築を目指した。超高層ビルを屋上まで貫く高さ259メートルのアトリウムを中央に作り、その周りに一辺60メートルの三角形を構成するようにオフィス空間が配されている。建物の重さは三角形の拡張点に位置するコアが支えている。 ビルのフロア9階ごとに分設され、その間に日光と緑のあるスカイガーデンが挟み込まれている。スカイガーデンの窓を開閉することにより、新鮮な外気が各ガーデンからアドリウムを通ってオフィスの隅々にまで行き渡る自然換気が実現されている。夜間は黄色くライトアップされる超高層を支える構造体、換気や、 冷暖房などのエネルギーを無駄遣いしないエコロジカルで快適なオフィス空間という手法は、マレーシアペナンの MBF タワーやロンドンのロンドン市、庁舎ビル、セントメリーアクス30番地など、フォスター設計の他のビルでも応用された。完成時には、同じフランクフルトのメッセタワーを抜いて、ヨーロッパで最も高いビルとなった。2005年、モスクワにトライアンフパレスが完成。 欧州一の座を明け渡した。周囲は金融街で、マインタワーや欧州中央銀行本部タワー、日本のジャパンセンターなど高層ビルが林立している。ありがとうございます。